どうも霊媒師の馬込です。よろしくお願いします。はい、今日はね、ちゃんかちょっと10月後半の話をしようかなって思ってるんですけど、なんか僕最近なんですけど、なんて言うんだろう、起きてる時に見る夢みたいな、まあそうね、白昼夢みたいな感じで言えばいいですかね。なんかそういうのを年に 1,2 回見る時があるんですけど、なんかなんて言うんだろう、こうやって今例えば喋ってたりとかして。けどなんかこの辺でなんか夢を見てるみたいな状態みたいな、でも起きてるんだけどみたいな、なんかちょっと説明しづらい時がある、説明しづらいんですけど、なんかそういうの年1か年2ぐらいで見るんですけど、なんかそれをこの間っていうか最近同じやつをよく見るんですけど、なんかちょっとこれはなんか警告なのか、なんかそういうなんだろう、危機回避能力が高いから何かを感じ取ってるのかわからないんですけど、なんかその内容っていうのが、なんて言えばいいかな、こう白い煙と灰色の煙みたいな、まあ、霧みたいな感じって言えばいいかな、まあ、あんまり良くなさそうな白い煙と灰色の煙がこう覆いかぶさってくるのと、何の音かわかんないけどガラガラ音が聞こえるみたいな、なんかそういう夢みたいなのを起きてる時にだけ見るのね。見るっていう言い方も変なんだけど、なんかそういうのをなんか最近よく感じ取るんですけど、これなんかいつ頃の話してんだろうなと思って、何のことだろうと思って、まあ別にそれとはまあ一回忘れて、なんか仕事関係のこととかで、ね、ちょっとスケジュールとかを確認しようと思って手帳を開いたんですよ。で10月の予定を開いたのね。でなんとなくこうバーって1ヶ月見てどこに鍋入れようかなみたいな時に、休みの予定っていうのを結構前にいるの、2ヶ月とか3ヶ月前に絶対この月2、3ヶ月後のここに休みたいと思った日があれば、なんか俺はとりあえずそれに罰を書くのね。で連休の時とかもバババババって数引いて、なんか後でそこに予定を入れたりとか、ここでどっか旅行に行くとか遠出するとか仕事をやらないとかって後々決めるんだけど、なんかその10月いつだっけな、29、30、31のこの月末って言えばこの3日間の予定を罰してたのね。でその罰の仕方がなんかいつもの罰と違って、いつもなんか黒いペンで罰をしてあるんだけど、なんか色がちょっと違って緑みたいなので罰を3日間罰ついてて、でなんか予定を入れるんだったらもうとっくに入れてもいい時期なの、もう10月になるからね、明後日ぐらいに。だからここら辺でもう予定を入れてていいんですけど、なんかその何も書いてなくて、ただ緑の罰が3日間引いてあって、なんだろうなって思って、でなんかそう、なんかわかんないけどこの日家から出たくないし、なんかどこにも行きたくないし、予定も極力入れたくないって思ったのね。でなんかその白昼夢みたいなこともちょっと重なってて、もう時期的にこの辺のことなのかなっていう感覚的に感じたから、まあなんて言えばいいかな、まあ俺の場合、俺はそう思うからあんまり家から出ないんですけど、なんかもうこう何かこうアクシデントが起こりやすかったり、危険がこう起こりやすかったり、イレギュラーなことが起こりやすい3日間なのかなって思う。3日間、まあ10月末とか後半の漠然と話と思って聞いてほしいんです。まあアドバイスとしてね。だからなんかそのイレギュラーが起こった時とかに対応できるように、例えば水を持ち歩かない人でも、まあ500ミリぐらいとりあえず1本水を持ち歩いたりとか、まあ、非常食っていうほどじゃなかったとしてもカロリーメイトぐらいを持って歩いたりとか、絆創膏の1個や2個とかティッシュとか、まあそういうぐらいのものでもいいから、とりあえずなんか持ってみたりとか、なんかその日もし予定がないとか開けれるとか休みにできるという人とかは、まあなんかこう安全なところとか家とかにこもってできるようなことだったりとか、なんか睡眠不足の人とかもいるかもしれないし、風邪ひいてる人とかもいるかもしれないから、まあできるだけなんか自分が安らげる場所とか安心できる場所とかで過ごしてみたらいいんじゃないかなと思って一応この動画を撮ってるんですけど、いつもほら2日前ぐらいになったら霊視の動画でこうしたらいいんじゃないっていうのをあげるんですけど、この月末10月末に関してはなんかちょっと独特な空気感を自分の中で感じたんで、まあ、ちょっとね、僕のスケジュールもそういうなんか変な書き方してたんで、一応ね、動画にしてみました。これは全然もう10月末より先に上がると思うんですけど、まあ、その10月後半の霊視は一応その時はいつも通り上げるんですけど、ちょっとこれはなんとなく感じ取る感じだと、10月末の空気がちょっと独特すぎるというか、なんか、いつもっぽくないっていうか、なんかこう変な空気感が漂ってるような感じの10月末の空気をすでにこう9月中から感じるし、なんか無意識に俺も8月後半ぐらいから10月のその3日間を変な、いつもと違う色でバツしてたから、まあなんかちょっと変な感じなのかなと思って、一応まあ共有というか、まあ俺はこうやって過ごすけど、
って感じなんですけど、まあ社会人というか会社員の人とかは難しいと思うんで、まあなんかそういうちょっとイレギュラーなことが起こってもいいような不測の事態に備えて、なんかこう、準備してもらえたりとか、まあいつもはこれ持ってかないけど、これ持ってった方がいいかなってものが思い当たるものとかがあるんだったら、そういうものを持ち歩いてもらって行動してみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じでね、一応最近変な夢みたいなの起きてる時に見るのと、なんか自分のスケジュールの変な罰が気になったんで、ちょっとこの動画を撮ってみましたんで、一応まあ参考までにね、絶対変なことが起こるとは言わないけど、まあちょっと、そういうなんかイレギュラーが起こりやすいのかもなと思って聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思います。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。